はい、今日は、右手の、バチの持ち方について、説明しようと思いますけど、まず、右手をこうまっすぐ出して、小指と薬指の間に90度に、バチを入れてください。これはこうなったりこうなったりしないように。で、小指をこう上げていくと角度が変わっちゃうので、この角度が変わらないように薬指と小指でしっかりホールドしてください。で、次親指なんですけど、こう縮んだりしないでまっすぐを伸ばして、持ちます。で、バチの開きから90度にこの親指の外側のラインが、こう沿うようにしてください。これが、こうなったり、飛び出したりとかしないように90度にしてください。で、これはまあ、後々出てくるねじめ前鉢の、時のテクニックで非常に重要になってくるので、このポジションをしっかり、守ってください。で、次、人差し指と中指なんですけども、ほとんどもう沿うような形で力を、入れないで大丈夫です。これ力入れちゃうと、ここのスペースがこうギュッて潰れて手首痛めます。なので軽く指が1本分入るぐらいリラックスして持ってください。ということで、何か分かんないことがあれば、ホームページあるいは Facebook からお願いします。